手がかりはビマラ村を指してる。具体的にどの家なのかはわからないけど、とりあえずどこか立ち寄って聞いてみよう。その人って何か特徴とかないのか？名前はガルビビダム、教令院の学者だよ。ガルビビダムか。よし、覚えたぜ。こんにちは。ガルビビダムって人がどこに住んでるか知らないか？いえ、この辺では聞いたことはありませんね。そいつは教令院の学者なんだけど。学者はここにもいますが、その名前の方がどこにいるかは知りません。ところで、その情報は確かですか？できれば六大学派を選ぶアドバイスをぜひともその方にお聞きしたいのですが。こいつは知らないみたいだな。他の人に聞いてみようぜ。ガルビビダム？いいえ、聞き覚えのない名前ね。あ、もしかして何日か前に新しく来た人かしら。あ、何か知ってるのか？ええ、沈んだ顔でまるで論文に苛まれているかのような様子だったわ。その人が村長に会ってたところを見たわよ。大方部屋を借りてたんでしょう。ビマラ村は休暇を過ごすのに最適な場所よ。だから私も結局はここに戻ってきたんだもの。わかった、ありがとな。オイラたち村長に聞いてくるぜ。ええ、もし何か思い悩むことがあったらここで何日か泊まっていくといいわ。なんだ？遠慮なく聞いてくれ。ガルビビダムっていう学者がどこにいるか知らないか？ガルビビダム？ああ、あの人か。あ、知ってるのか？ああ、知ってるとも。わしのところで部屋を借りていったよ。確か気晴らしがしたいと言っておったな。それなのに部屋にこもったきりほとんど出てこないし、誰とも挨拶しようとしない。気晴らしというより心を閉ざしていると言った方が。お前さんたちは彼の友人か？はい、そんなところです。ん？また尻尾が揺れてるぞ。もしかして嘘をついたら尻尾が揺れるのか？そうかそうか、確かにあの状態だと友人に見てもらう必要があるな。彼の部屋は上の方の一番隅にある。行って話をしてくるといい。うん、ありがとな村長。気にするな。わしはただここに来る人たちにはみんな幸せでいてほしいんだ。ここだな。ひとまずノックしてみようぜ。誰かいるか？ガルビビダムって人に会いたいんだけど。俺がガルビビダムだ。何か用か？ガルビビダム様、私はコマニアのキララと申します。あなた宛てのお荷物をお持ちしました。配達時間が遅れましたが、どうぞお受け取りください。お礼の荷物？
グラーブ様からあなた宛に送られたものです。なんだとグラーブが。だがあいつはもう。ええ、これはご友人から生前お預かりしたものとなります。友人あいつの病をどうすることもできず、最後の最後にそばにさえいなかった奴がどの面下げて友人などと。そうおっしゃらないでください。ガルビビダム様とグラーブ様が共に考案した七星召喚は今や莫大な人気を誇っています。きっとグラーブ様も喜んでいることでしょう。うえ、この人が七星召喚を考案した人なのか。はあ、どうしてなんだ。どうして悪運はいつも彼のような天才に降りかかる。差し支えなければお話をお聞かせください。言葉にした方が楽になることもあります。そうだな、もうそろそろ話すべきなのかもしれない。お前たち本当に聞きたいか。いいだろう。まあ大した話じゃないがな。俺とグラーブは幼馴染で、共に学び共に成長した仲なんだ。腕に巻かれた包帯を除けばマリン病にかかってるようには全く見えなかった。いつもポジティブで穏やかで優しい奴だったよ。それから俺たちは一緒に教令院に入り、あいつはメーロン派のダステアにまで成り上がった。ダステア、確かとても位の高い肩書きだったと記憶しています。そうだ、あいつは優秀な奴だったのさ。だがしばらくしないうちにあいつにかかったマリン病が悪化した。しかも深刻な合併症も同時に。それからというもの、あいつはおとなしく病院のベッドで治療を受けるしかなかった。そのせいであいつの研究も廃れちまったんだ。俺は毎日病院へ見舞いに行った。そしたらあいつ、そんなに来なくてもいいなんて言いやがるんだよ。きっと自分のせいであなたの研究まで影響してしまわないか心配していたのでしょう。はあ、だけどそんなこと言われたら余計悔しいじゃねえか。優秀なのはあいつの方だってのに。病院へ見舞いに行ってる間、二人してやることもなかったんで、カードに落書きをするようになったんだ。それが次第に七星召喚になったのさ。ただのゲームじゃない。これを考案した時、元素理論に関する知識も取り入れたんだ。あいつが感知したら一緒に課題を研究しようとしたんだがな。そんなに悲しむなって。七星召喚だってお前たちが一緒に研究した成果じゃないか。それにその成果はすっごく大勢の人々に好かれてるんだぞ。あいつが言っちまってから俺も他の人と七星召喚をやったことがある。だがな、テーブルから顔を上げるといつもあいつの顔が目に浮かぶんだ。まるで花からいなくなってなんかないみたいに。そんなのありえないって分かってるんだがな。うん、分かるぞ。もしいつか旅人と別れることになったら、オイラも実感が湧かないと思う。もしかしたら何にもないとこに向かって独り言を喋ってるかもな。はあ、知人からはもう思い悩んだりしない方がいいって言われた。考案者の一人なんだから七星召喚を楽しむべきだってな。たか俺に言わせれば、グラーブのいない七星召喚に意味なんてない。ガルビビダム様、
よろしければご友人が何を送られたのかご確認されてはいかがでしょう。それもそうだな。これは手紙。親愛なる友へ。君はきっとどうして僕がこんな形で手紙を残したか疑問に思うだろう。それはグラブ来たぜ。具合はどうだ。実はよ、昨日また一つアイデアを思いついたんだ。ん？何書いてんだ。ああ、なんでもないよ。そうか、早速一曲やろうぜ。別に毎日来なくてもいいんだ。教練員の仕事も大変だろうし。ったく、何言ってんだ。お前が完治するまで来てやるぜ。それに教練員の奴らは息苦しいんだよ。さ、お前の番だ。グラブ、大丈夫か。ガルビビダム、君も知ってるだろ、僕のマリン病はもう。もういい、言うな。お前はただ疲れてるだけだ。それは僕がもう余命わずかだという事実を君がまだ受け入れられないからだ。知ってるか、僕たちが考えたこのゲーム、最近病院内で流行ってるらしいぞ。へえ、いいことじゃないか。ああ、特別に道具も作ったんだ。これで近くのプレイヤーを見つけられる。さあ、君にも。これで僕がいなくなっても君は新しい友。もういい。お前はきっと良くなる。こんなもの必要ない。当時君に送った秘伝の箱はきっともうどこか隅っこに置かれているだろうね。だからこの最後のプレゼントを今さら君に送ることを許してほしい。僕たちが出会った頃のことを覚えているかい？マリン病の僕と友達になってくれたのは君だけだった。今度は僕が君に新しい友達を連れてきてあげる番だよ。親友よ、どうかこのような形でこれからも君のそばにいさせてほしい。クラブ、お前ってやつはこんな時まで昔と変わらねえな。私はあまり七星召喚をやったことはありませんが、それが皆さんに多くの喜びをもたらしたことを知っています。ええ、とあるカードプレイヤーの言葉を借りて言えば、これのおかげで人々は出会い、互いを知り、決闘の楽しさを味わうことができたって。そうだぞ、オイラたちも今までにそういう場面をいくつも見てきたんだ。興味があるなら一つ一つ話してやってもいいぜ。そう言ってくれてありがとう。お前の言う通りだな。グラーブよ、お前はこの手紙を残すとき、すでにこうなることを予想していたのか。お前の秘伝の箱をずっと持ってたよ。せっかく俺のために書いてくれたカードなんだ。一度も使わないなんてもったいないな。あいつがここにいたらきっとこう言うだろう。みんな、七星召喚を一曲やってみないか。ガルビビダムも少しは気が楽になったみたいだな。お前と対戦してるとき笑ってたぞ。悲しみから完全に解放されるにはまだ時間がいるかもしれないけど、
いいスタートになったと思うわ。うん、これもキララが迷子の荷物を捨てなかったおかげだぜ。なんていうか、あれの処分を依頼された日、なんとなくそうしちゃいけないって感じたんだ。絶対に届けなきゃって思ったの。これが妖怪の直感ってやつか？わからない。ただ単に相手の気持ちが消えちゃうのが嫌だっただけかも。さて、私はそろそろここで失礼するわ。あ、フォンテーヌに帰っちゃうのか？ええ、カード回答も一件落着したし、こんなに価値のあるストーリーを手に入れたんだもの。原稿を書くだけで何日もかかるでしょうね。あ、そうだ、そういえば二人へのインタビューがまだだったわね。この旅で見てきた多くの物語に対して何か感想はある？うん、今回の一番の収穫は新しい友達がいっぱいできたことだよな。わかったわ。二人の感想はシャルロット独占記事に書いておくね。今度フォンテーヌに来たらぜひともスチームバード新聞を買ってね。じゃあ私もそろそろ稲妻に帰るよ。今回の出来事を社長に報告しなくちゃいけないし。ええ、きっとまた会えるわ。その時機会があったら七星召喚をやりましょう。